海だー、わーい、海だー。こんにちは、はすみです。本日はレジャーや車中泊におすすめ、さらにはバイカーや登山を行う方にも大変おすすめなこちらの商品、超小型電動エアポンプ OD-AIR01、 こちらの商品を紹介いたします。こちらの商品は手のひらサイズで重さはわずか 160g なのに、短時間で浮き輪やエアーマットを膨らますことができる商品となっております。正直箱から出した時にこんなに小さくて本当に空気を入れることができるのと思いました。気は進まないものの、充電式の商品なのでしっかりと充電して使ってみたのですが、これが膨らむ想像を超える送風量でした。ちなみに仕様としては空気圧は最大 1.8kPa になるとのことです。こちらの商品は 3600mAh のバッテリーを内蔵、マイクロ USB 充電対応でスマートフォンの充電器などで充電が可能です。その他モバイルバッテリーや車に USB ポートがあれば充電可能となります。操作は簡単、ノズルにアタッチメントを接続しスイッチを押すだけで OK。 アタッチメントは浮き輪用、エアーマット用、真空バッグ用の3つとなっております。エアーマットと真空バッグは持っていないので浮き輪で試していきたいと思います。アタッチメントを取り付けまして膨らませていきます。このような形で短時間で膨らますことができます。アタッチメントで気づいたと思いますが、こちらの商品は空気を入れることはもちろん、空気を抜くこともできます。このような浮き輪やマットなど空気を入れて利用する商品は空気を入れるのも大変ですが、抜くのも結構大変ですので、こちらの商品であれば簡単に空気を抜くことができます。ちなみに IPX4 防水仕様となっておりますので、水がかかりやすい場所でのご使用も安心して利用することができます。手動の小型ポンプを利用していた方も今回の商品であれば持ち出しやすいと思いますので、商品が気になった方はぜひ動画概要欄をご覧ください。それでは本日は超小型電動エアポンプ OD-AIR01、 こちらの紹介でした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。こちらのチャンネルでは基本的にはベルファイリーアルファーズに関する商品紹介および作業手順を紹介しております。最近ではこのような様々な商品紹介も行っておりますので、こちらのチャンネル気に入っていただいた方はチャンネル登録よろしくお願いします。次はあなたの番です。